それで分かったよね。私たちが嘘ついてないって。本当だったのか？本当に。だが、襲撃される理由など他には。二人して、何の話だ？お前が、ギルドの回し者だって話だ。聞いてたよ、全部。宣教師とグルナのも、貴族たちを利用して、教会を襲わせようとしてたのも。まさか、あの場にいたのか。じゃあもう、何を言っても無駄だな。なぜだ。なぜ騙した。本当に教会を追い落とすためだけに、我々を利用したのか。そうよ。女神様に仕える教会の人が妬ましいのはわかる。でもだからって他の人を利用していいの？勘違いするな。確かに教会は妬ましいし憎い。だが、俺にとってそれは貴族の連中も同じだ。俺は10年前、教会の粛清にあった。貴族に追われ、命からがらルビーへと逃げ延びた。どういうこと？10年前に起きたのは国政院の反乱でしょ？なんで粛清なんて言葉が出てくるの？その通りだ。我々は確かに10年前、国政院とそれに組する異端者を討伐した。だが粛清ではない。女神様に仇す国政院を討ったまでだ。弾圧に加担した覚えはない。お前のやっていることはただの逆恨みだぞ。国政院は教会の弾圧に苦しんでいた異端者の石段をルーイへと逃すために戦っていたんだ。真実は教会によって巧みに隠蔽されていた。貴族は国政院の反乱を抑えたとして勲章をもらい、教員は国政院を退けて絶対的優位な立場を得た。まさか。では教員長がここまでして自立を伏せようとしている理由は、10年前の反乱が教会の汚点だからではなく、教員長は自らが招いた反乱の鎮圧に貴族を利用したことを知られたくなかったんだ。だから全てを闇に葬ろうとした。粛清に加担したという真実を知られて、大陸中から矛先を向けられるのが怖かったんだ。それでその当時の粛清の中にいた一人が小さい頃のジャッドだったのね。それで教会と貴族を戦わせようとしてるの？ようやく気づいたか。ギルドの一員だと知られているんだ。それくらいは察しがついて当然だな。難しい感じで全部は分かんなかったけど、ジャッドは教会も貴族も憎かったんだね。でも悪いことしていい理由なんてないよ。理由にはならなくても動機にはなる。とはいえ俺の計画もここまでだ。この状況ではまだそうか。あ、逃げたです。どうするです？こうですか？貴族長ももう大体話は分かったんでしょ？だったら武器を持って教会を襲ったりしないわよね。私たちはジャッドを追いましょう。プラネティウヌのケーキを食べましたの。知り合いからのもらい物なんですけど、とても美味しかったわ。